まず台形調節ですね。これが書いてあるように、このように台形の補正ができます。これで OK ですね。それから、ここは、ズームですね。で、ここはピントですね。あと、ここはソースですね。入力信号のどの端子からもらうかという、この4つから切り替えることができます。これで OK と。それから全体の調整をやるときメニューがありまして、このメニューでいろいろな調整がということができます。この OK を押しますと、この中から選ぶことができまして、映像に関することでピクチャーって書いてあるんですけど、輝度とかコントラストとかシャープネスとか、そういうのを調整できますね。で、これプロジェクターの配置なんですが、これよっとやると正面、これ上下反対ですね。天井にぶら下げた時ですね。これ背面からやった時、画面が多分左右反対になってるんですね。これ現在どういうあれかです。